どうも、白熊先生です。今日はですね、米津玄師がなぜ売れたかってことについてお話したいと思います。まあ、さっと話しますと、この米津玄師っていうのはもともとボカロプロデューサーとして、ニコ動で圧倒的な人気を誇っていたハチっていう人なんですね。はい。まあ、初音ミクに歌わせて自分がボカロプロデューサーとして曲を作り、でですね、そのイラストだったりとか、そういうのを PV のイラストとか、そういうのもやってて、まあ多彩な人なんですよ。で、その人が、ね、あ、じゃあデビューしますってなった時に自分で歌うようになったんですよ。それが米津玄師っていう本名で出していきなり売れて今まで売れ続けてるパターンなんですね。じゃあこの米津玄師がなんで売れたか、何がすごかったのかってことを、まあ、ちょっと今日はねお話したいと思うんですけど、まあ一言で言うと何か、それは何かって言いますと、他のボカロ P と活動形態が違ったってことなんですよね。これ何かって言いますと、あのボカロ P の方たちって最初は初音ミクに曲を歌わして、あのニコ動内で人気が出るかどうかなんですよ。で、人気が出ました、完全にボカロ P として売れましたってなると、次何が行われるかっていうと、あのソロで CD 出したりするんですね。はい。で、そのソロで出す CD っていうのはまたまた初音ミクに歌わせるパターンがあったり、まあ、もしくはですね、他のね、なんか有名な歌い手いるじゃないですか。そう、有名な歌い手がデビューした時に、じゃあ、 あの曲を提供しますよって言って、その曲を提供して、その有名な歌い手が歌うとか、まあそういうパターンなんですよ。で、その他のパターンとしては、米津玄師みたいな感じで、自分で歌い出すみたいなね、曲作るだけじゃなくて、今度から自分で歌おうぜっていうパターンなんですね。はい。じゃあ、それって米津玄師と一緒じゃないかと思うんですけど、そこがちょっと違くてですね、普通のボカロ P っていうのは、よくなんちゃら P っていうね、P。P、アルファベットの P でなんちゃら P みたいな名前でやってるわけじゃないですか。で、そうなってくると、そのなんちゃら P っていう名義で出すんですね、曲を。で、それに対して米津玄師っていうのはハチっていう名前を捨てて、デビューした当初から急に米津玄師っていう本名でやりだしたんですよ。この違いなんですよね。で、それはなんでかっていうと、やっぱりそのボカロ P の名前で出した方が絶対売れやすいんですよ、当たり前だけど。はい。まあそれはそうですよね。名前なんて変えたらね、今までついてた固定ファンとかどっか行っちゃったりとか、分かりづらいじゃないですか。ね。でも、米津玄師は1枚目からもういきなり本名で行ったんですよ。で、それはなんでかっていうと、後々インタビューを読んでみたら、やっぱりもうハチっていうものと一回決別したかったんですって。一回。まあ決別って言うと言い方悪いですけど、一回ボカロ P ってことを忘れて、一シンガーとしてやりたかったんですって。だからこそ、あんだけ有名で名も売れてたハチっていう名前を全て出さずに米津玄師としてやったんですよ。そしたらそれがですね、いい方向に転がり出すわけですよ。それは何かっていうと、要はその普段ニコ動だったりボカロとか聞かない層に売れたんですよね。はい。まあ僕もそうなんですけど、僕はあんまり普段ニコ動とか見ない方なんですよ、ボカロ P とか。で、そういう人たちからすると、そうボカロ P たちの名前って結構独特で、そういう名前でなんか曲とか CD 出されても、なんていうんですかね、ちょっとこう入りづらいっていうか、あ、これニコ動の世界観な感じだな、ちょっと僕には合わないかなみたいな感じで、結構食わず嫌いする人ってやっぱり世の中にいっぱいいると思うんですよね。そういうボカロってだけでね、まあ偏見ですよね、言ってみたら。だからこそ米津玄師は自分の本名を出したんですよ。したらその結果、普段そのボカロ P とか聞かない人たちにも入りやすく、そっちの層もバーッと手に入れることができたわけですよ。したらその結果、ボカロ P 名義でその CD を出してる人たちよりも米津玄師の方がズカーンって売れるわけですよ。はい。でですね、その後に、そのですね、あの米津玄師がまずそれズダーンって売れた結果、他のボカロ P とかがですね、あの米津玄師みたいに自分の本名で音楽活動を始めるパターンが増えてきたんですよ。まあ言ってみたら、米津玄師が通った道をこうついていこうとしたわけですよね。うん。でも、あのオリコンとかで売り上げ枚数をしっかり僕毎週チェックしてるんですけど、音楽好きですから。で、見ててわかるのは、正直全然売れてないんですよね。全然。もう全くってくらい売れてないんですよ。まあ、全くは言い過ぎましたけど、まあ、ほぼ、その、米津玄師に比べるとやっぱ全然なんですよね。うん。やっぱそれは、その、米津玄師がもうすでに、あの、切り開いた道ですから、後から後追いしてもね、やっぱ売れないのかもしれませんね、そこは。はい。まあ、何にせよですね、ちょっとまとめに入りますけども、米津玄師がなぜ売れたのかっていうことは何かって言いますと、もう、早々とボカロと縁を切って、いきなり、
もう自分で歌って、しかも本名でやる、そして今までボカロを聴かなかった層の人たちにもそれが受けて、受け入れやすい状況を作ったわけですね。でその結果受け入れられて、昔8名機の頃から応援してくれたファンプラス、その普段ボカロを聴かない人たちからのこうね支持も得たことによってここまで売れた。つまり最初の覚悟、スタンス、行動のスタンス、デビューする時のやり方がすごく潔かったってことなんですね。まあそんなところですね、今日はお話終わりたいと思います。どうもありがとうございました。